SPORTS BAR ベイツアーに参戦する女子ゴルフの渋野ひな子が、前週、メディヒール選手権を8位タイで終えた。3位となった8月の AIG 全英女子オープン以来、今季5度目のトップ10入り、ワウワウで中継を見ていたが、満面の笑みを浮かべていた。久々のクズと渋子スマイル情報である。今週はパターが良かったかなと感じたのでその分、ボギーも少ない。 バーディーも入れるゴルフができた。湘南的上花を攻略。米西海岸のゴルフ場に多く見られるポアナシバは、不規則な転がりをすることで選手たちを悩ませる。今年4月のディオインプラント、LA オープンで初めて経験した渋野は、もう安定の、いややわーみたいな、ボコボコ跳ねるしと顔をしかめていた。今大会もポアナシバだったが、二日目は8バーディー。 1>, 1ダブルボギーの66。3日目はボギーフリーの4バーディーの68。最終日も1番で4メートルのパーパットを沈め、最終18番でもバンカー越えのアプローチを2、5メートルにつけてバーディーを沈めるなど、今週は本当に微妙な距離が入ってくれた。経験を積み、成長した姿がそこにあった。さらに笑顔が続く、14番では3ワットで2オンさせ、 行ってみたら、めちゃめちゃ飛んでいたんでびっくりでバーディー。全体的に飛距離もいっとった。ショットもまだまだ伸びしろはあるかなとも。9月上旬からの6連戦は予選落ちが4度あったが、最後の締めがいい終わり方で安心しましたとまたスマイル。ポジティブさも不活でたる。20被害幕の次戦、バトルムーンウォーズ女子選手権を経て、28被害幕の日本ツアー、樋口久子、 三菱電機レディスに昨年の覇者としての外戦予定。今季帰国して国内初参戦した5月のブリジストンレディスでは予選落ちした。思えば小ポアナシバショック乗馬の直後だった。ポアナシバを攻略、ポジティブさが戻った今、きっとくずと渋子スマイル全開乗馬を見せてくれそうな予感がする。この記事についてネット上では様々な声が上がっています。小技がうまくなると、 上位で安定したゴルフができると思います。ともかく小技を練習してうまくなってほしい。ベントや、高麗そして、ポアナ。芝生も読めない方が渋野にあれこれ言うの。おかしいで、一つ攻略したことは、今後に行きますやなご。渋子の画像がないのは、メディアの怠慢。ひなこ8位タイになったぐらいでヘラヘラ笑ってるのか。でもまた、予選落ちして、いつものふてくされ顔になりそうだね。 支部の関係者面して大げさにひなこを持ち上げて得意になってる人たちは、ひなこのふてくされ顔も大絶賛して、君が悪いですね。この人たちはいつも笑顔の鈴木愛ちゃんから張り手をくらって心を入れ替えないとダメでしょうね。アンチひなまんじゅう作りに毎しもっとやれ。しか、久々のビッグマウスですか、かっこ笑い。たまたま、クイーン。 日本女子プロゴルフツアー通算6勝の西村優奈が12日14被害幕のツアー富士通レディースの会場で練習後に取材に応じ米女子ツアーの来期出場権をかけた12月の旧スクールにエントリーしましたと出場登録を済ませたことを表明した8月の世界ランク75位以内の資格により二次予選会は免除され最終からとなる夏の海外転戦後から考え始め 前週に登録を済ませた。旧スクール挑戦の理由について、今年が始まる時に海外のメジャー挑戦を目標に掲げていて、自分の中ではいずれアメリカでプレーしてみたいという思いがあったので、それから逆算したプランではありました。行きたい気持ちが強かったし、いろんな意見はあると思うけど、自分の人生ですし、挑戦したいと思う時に行かなきゃ、と思いましたと説明した。今季は、 海外メジャーに3度出場し、7月のエビアン選手権では4日間のうち60代を3度マークし、15位になっている。その海外転戦では昨年の旧スクールをパスし、今季から米女子ツアーを主戦場に戦おう内い氏のの古江彩香と再会した。海外の試合でえって言い,いにあった時に楽しそうで、本人も本当に高いレベルでやれて、楽しいと言っていたプロとして、 高いレベルでやるのは夢のようなこと。すごくいいなと思ったし、羨ましかったと刺激もあった。今季は日本ツアーで6月の日霊レディスと7月の日本ハムレディスで2勝を挙げている。秋口はトップ10がなく少し調子を落としたが、10月の日本女子オープンで3位に入った。今年1年で何が必要か、細かく感じながらやってきた。調子が悪くなった時にどう立て直すか。 自分の中では一つの課題だったので、そこは後半戦に入って少しずつ出来上がっている。去年よりは成長した形でチャレンジできるのかなと見据えた。この日は富士通レディースに向け、インから9ホールの練習ラウンドで調整。先に旧スクール挑戦を表明している勝南なと共に回った。勝ちにも決意を報告し、気持ちを高め合った、11月の今季最終戦。 JL パーフェクトグレード A ツアー選手権離婚杯に出場後、海を渡るプランだ。ワクワクとドキドキは半々です。挑戦者の気持ちで、人生の中の一つのチャレンジだと思って頑張りたいと決意を込めた。米女子ツアーの最終予選会。12月14日,日、同級12日に米アラバマ州の2コースで開催され、計8ラウンドの長丁場の戦い。45以上が、 来期レギュラーツアーの出場権を得られ、通過順で優先順位が決まる。昨年は古江が7位、渋野ひなこが20位で通過し、ツアーメンバーとなった、